はい、なぜか山奥に到着です。本日2022年11月20日15時11分ちょっと風強いです。日曜日の午後3時、もう暗くなってきました。で、なおかつ結構寒いです。多分ないでしょう。なので、ね、違うのは、まあ先週の土曜日もでしたけど、はい、違うキノコがこうやって半分冷凍みたいな感じになって存在してます。で、今日はもう多分絶対ないだろうと、今日あったらもうおかしいんで、ないことを確認しに来ました。マジか、ないくはないね。ちょっと割れてるけど、これあるよ。新規だねこれ。マジか。新規でまだ出てるみたいです。ちょっともうだいぶ割れちゃってるけど、新規で出てます。マジ？ちょっと俺おかしいんじゃないの。いやだね。一応袋に回収しまーす。なんだろうね、これ今年変だね、やっぱり。ここが変なのかな。ここが変なんだよ。まだあるの？ちょっと、ちょっと、パンパン鳴らさないで入ってきちゃったな。鳴らす、いつも鳴らしてから。ここ動物が多いんで、ちょっと動かないんですよ。クマも出そうな感じの場所なので、つうか次も次の次もあったらびっくりするんだけど、とりあえず今日一本見つけましたね。もう出てないとは思うんですけど、もう出ないとは思うんですけど、出てるのかい、またもしかして。おかしいな。ひび割れながらも新規が出てるというおかしな状況ですね、ここの山。気温的にはもう、最低気温がもう0度付近、最高気温でも0度でね、いや10度切ってたりするので厳しいと思うんだけどな。出るとこには出るんだね。この下の方に先週いっぱいあったっけな。下の方までまっすぐ行くのはちょっともったいないので、ぐるっと回り道しながら早めに早歩きで行きますわ。パッと見ながら、パパッと見ながら。ただでさえ見落としてるような気がするのに、こんなに早く歩いてる。よっぽど目立つもんでないと見落とすぞ。どうよ、ないよ。はい、次。落葉以外はあるね。落葉以外は生えてる。いつから生えてるかわかんないけど、
密の場所でもなくて不思議の場所だね。これもまた神秘だね。これね、あの落葉じゃないけどこうやって綺麗に出てるもの、出てる。まだキノコが出てくる環境なんですか、ここ。もしかしていっぱい出てる、ちっちゃいの。なんかマジか。早く目の前作らないと動画がないから、ね、遠くの方見えないんだ。ぼやっとしてる。眼科であの処方箋は作ってもらったんで目が似合いけど、その数字の通りレンズ作ってもらうだけでいいんだけど、なんせね、どこのメガネ行こうかなっていう。お高い富士メガネ行くか、また安いので済ませてしまおうかという、いろいろ考え中ですね。ないね。ピー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 、もうね、最初の1本目だけありません。すごいなこの辺、なんかちっちゃい木がいっぱい生えてる。ちっちっちっちと今日半分見てやめるかな。向こう側行く価値がないような気がする。最初の木、1本目の木に1本あるだけか。ないな。うわ、またこれでっかいうんこ。新しいね。これ新規だね、このうんこ。ねえ。うんこたれ来てますね。動物。ここでだいぶ脳ぐそしてます。うんこだらけですね、これ。変わらず人間の足跡はないね。ゴミもないし、あるのは動物の足跡と動物のうんこです。誰も来ないかな。まあちょっと誰も来れないかもしれないけど、下手な車で入ってくると帰れなくなるから、かなり厳しい道です。入ってくる道が、予想通りないか、やっぱり。まあ予想に反して1本だけあったんだけど、びっくりだね。ここ見たら、まあ1本あったってことはまだありそうだよね。小さいのもないし、大きいのもないし、さっきの1本だけだね。さっきのはサイズからいくと新規だけど、ないな。ここはね、日当たりがいいからきっと地面の温度高くなって出ちゃうんだね。しょうがなく思わず間違って出てくるんだね。周りに木が生えてないのにポンポンと木が生えてるんで、本当に全く影にならないんです。丸見え。
日当たり良好、斜面の向き的には南向きなのかな、南向きの斜面だね。東と南に向いた斜面なんで日当たりも最高にいいんじゃないかと。昼間の気温は時にちょうど太陽が当たるんで、ないの？ないですね。人の足跡もないので、よその人にやられた跡でもないと思います。一本投げてどうしよう。一本投げて食うかい。他のもんに混ぜちゃうかな、冷凍に。今年はちょっと結構取れたんで、冷凍がたくさんあります。冷凍に、冷凍保存かけてるのは。はい、別なものですね。別なものがこうやって、まあ元気いいわけでもないけども、ここら辺が先週の土曜日に何本も何本も当たったり、別なものが出てるね。別もの。さすがに寒いか。ここはね、ここを最終地点、今回ここを最終地点にします。12分経過。ない。ないですね。ゆっくり見てないですね。いやー、ここ落ち葉が少ないんで、ほんとまだ見やすいね。でもこれでも落ち葉、だいぶ黄色くなったんで見づらいんだけど。それにしたって以前、別の場所から比べれば、全然比べ物にならないほど見やすいね。ないない、ないです。はい、ありません。あったよ。マジか。出てる。嘘だね、本当に。冗談だね。出てます。大きさこんな感じですね。いや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 、出てるよ。笑っちゃうな。本当に。こんなのが、出てますね。本当に一本二本の世界だけど。これ、記念撮影しとこう。また。とりあえず、直近で新記録だね、これね。11月の中過ぎもいいとこだね、もうね。嘘みたいだね。マジかよ。出るんだね、出る場所には出るんだね。で、出る出るってお化けみたいなんだけど、キノコの話ですから。出るんだね、ここ。びっくりだね。とりあえず違うね。これだ。とりあえず。
とりあえず、ここで終わりと思ったらここに1本出てるんで本当に驚いてます。これ撮ってみますね。ほう、へえ、すごいね。あとないのかな。ちょっと今この辺り、この辺り見てみて、もうないだろう、さすがに。異常だな、ないよな。ちょっと本日はここで歩くのやめて、回るのやめて、向こう側行くと遠いんで、かなり遠いのでやめます。疲れた。で、今撮った分が2本、今シーズン最後ですね。今シーズン最後として2本、こんな感じです。はい、2本。もう今年は無理だわね。はい、こちらは、はい、2本です。というわけです。17分経過ですね。ちょっともう向こう側に渡っても、ゴミがないので、ここで今日のところはやめて、他の場所も行っても絶対ないんで、ここでないってことは他の場所はもう絶対ないので、なんか買い物でもして帰ります。来年ですね。